日本の内閣総理大臣表彰の一つ。章の運用は1977年8月に定められた国民栄誉賞表彰規定に従って行われ、当時の首相、福田武雄により創設された。これまでに26人と1団体が受賞している。内閣総理大臣や政権による表彰としては、本章成立以前の1966年に当時の総理大臣、 佐藤栄作が創設した内閣総理大臣憲章があったが対象が限定されており、プロスポーツ選手は対象外だったが、福田赳雄首相が通算本塁打の世界記録更新を控えたプロ野球選手、大田春を表彰しようと発案した。1977年、当時の内閣総理大臣、福田赳雄が本塁打世界記録を達成したプロ野球選手、 王貞さを称えるために創設したのが始まりである。背景には、先に設置されていた検証、内閣総理大臣検証が、学術及び文化の振興に貢献したものなど6つの表彰対象を定めていた反面、プロ野球選手を検証した前例がなかったという事情があった。またおは、序勲には若すぎたということもあり、そのため、より柔軟な表彰規定を持つ検証として、 創設されたのが本省である。本省は1977年8月30日に内閣総理大臣決定で制定された国民栄誉賞表彰規定に基づいており、その目的は広く国民に敬愛され社会に明るい希望を与えることに顕著な業績があったものについてその栄誉を称えることと規定されている。表彰の対象は 内閣総理大臣が本表彰の目的に照らして表彰することを適当と認めるものであり、かなり幅広い解釈が可能である。最初の受賞者である王が中華民国籍であったことからも明らかなように、日本国籍の所持は要件にない。また公開されている授与基準のほかに、これまで功績を積み重ねてきた上に、さらに歴史を塗り替える、突き抜けるような功績を挙げたという。 暗黙の了解を満たしていることも必要だという。本省の表彰の仕方を定めた国民栄誉賞表彰規定実施要領では表彰の候補者について民間有識者の意見を聞くと定めており、首相の要望だけでは決められない仕組みになっている。有識者は受賞対象者にあった分野から選ばれ、順番に意見が聴取されるという。また、受賞に先立って本人への打診が行われ、 正式な検討手続きは受賞の意思が確認された後に開始される。受賞者には表彰状及び縦の聖書のほか、記念品または金一風が副賞として贈られる。ただし、これまで金一風で授与された者がいないため、明確な金額は現在まで公表されていない。ほぼすべての報道関係者がおよそ100万円と考察しているが、 基準も目安も不明なため現状において推測に過ぎない。羽生譲るが副賞のどちらも辞退した例はあるものの、すべて記念品の贈呈となっており、多くは銀製品や時計で、その他王には、わしの白製、2011フィファ女子、ワールドカップ、日本女子代表には、熊野筆の化粧筆7本、吉田沙織には、真珠のネックレス、振り袖で表彰を受けた。 一丁香るには西陣織による金色の帯が贈られている。贈呈表彰式は官例で内閣総理大臣官邸で開催されるが2013年5月5日に実施された長島茂雄松井秀樹両名への贈呈は特例として東京ドームにおける読売ジャイアンツ主催公式戦の中で松井の引退式を兼ねて実施されたのファンでありながら 巨人のユニフォームを着用し、しかも審判役で参加している。これまでに26個人と1団体に対して授与されており、うち12名は没後の受賞であった。2011年には初めて団体としてのサッカー、日本女子代表に授与され、その対象は選手とスタッフの35名となった。賞の歴史上以下の人物が受賞を辞退したことが明らかになっている。 受賞が検討されるのは、現役引退、記録達成、オリンピックでの記録受立といった節目がきっかけになることが多く、結果的にアスリートは若年で授与される傾向にあり、芸能人、文化人には、それがないために多くが、死去時にその功績を称えるために、初めて検討される傾向にある。そのために、ミソラヒバリに対する授与など、没後追贈者が過半数を占めることについて、 なぜ存命のうちに授与しないのかとの声があり、2003年に開かれた文化庁の映画振興に関する懇談会でも委員から社会的認知という点において、三船敏郎の死去時に国民栄誉賞を与えるという話があったこと、決定権を持つ総理大臣の個人の主観で受賞者が決定されることが挙げられ、文化芸術分野は文化庁等で話し合って受賞者を決めてほしいという、 意見が出された。評価基準が非常に曖昧であり、2004年に当時の内閣官房長官、細田博之は、選考について、確たる基準がなく、その時々の判断とし大貞春には授与されたが、長島茂雄には送られていないなど線引きの難しさを指摘している。2018年に、 羽生譲ー・への授与が取り沙汰された際は、同等以上の功績を持つスポーツ選手への授与が過去になかったこともあり、政治家や評論家のみならず現役スポーツ選手からも疑問が提され、勲章としての価値への言及もされるなど大きな議論を呼んだ。また、授与時の政権の思惑に基づくものであるという批判も常にあり、授与の検討報道がされるたびに政権不要が目的、 送られる側の賞ではなく、送る側の賞だ、スポーツの政治利用などの批判意見が常に出て、検証の事務手続きを行う内閣府官僚も、結局、時の政権が国民栄誉賞を出したいといえば出さざるを得ないとしている。なお、2011年7月に、サッカー日本女子代表が団体では、初の受賞となったことについて、表彰規定では表彰対象を、 適当と認めるものとしており、行政用語の場合はものに該当するのは、個人や法人であり団体は含まれない場合が多く、国民栄誉賞を団体に授与するなら表彰規定の見直しが必要との意見もある。ありがとうございます。